またこのビルでスカイファイナンスを開きますんでね。ご挨拶をと思いまして。ああ聞いたよ。おめでとう。それで桐生さんのことですけど、伊達さんは本当にあの人の遺体を間違いなく確認したんですか？ああそうだ。よし、もう一回だな。頑張れ頑張れ。さあ来い、ハルト。頑張って、ハルト。頑張れ、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 頑張れ。もうちょっとだよ。頑張って、頑張って。おぉすごい、ハルト。もうちょい。桐生さんの死を確認したのはあなただけだ。その後遺体は不可解にもすぐ火葬にされちまった。桐生には遺族がいない。あの日俺が遺体の確認に呼ばれたのは警察関係者の友人としてだ。何度聞いても答えは同じってことですか。いつか本当のことを話せる日が来たら、その時は違う答えを聞かせてもらえますよね、伊達さん。見えるか、桐生一馬君。つい今しがた大道寺実先生が亡くなられたと知らせがあってな。誰だあんたは。私は政治家としてのイロハを全て大道寺先生に教えられたものだ。今回の尾道の一件、マスコミも世間も大騒ぎだ。選挙も近いというのに全く困ったもんだ。火消しに追われて身が持たんよ。まあ時間が経てば火は消える、そんなものだ。だがつまらん火種が大事になることもある。超大和型戦艦クルスタケル、岩見つねお、それらと大道寺先生とのつながりが万が一でも表に出るようなことがあってはならん。そうだろう。もしあんたからマスコミにでも知れれば、先生の名前に傷がつく。するとそのことで過去の過ちを詮索される人間が出てくる。彼らの多くは今この国を支える指導者たちだ。わかるかね。つまりあんたもその一人で、口封じの賄賂ってことか。いろいろ調べさせてもらったよ。養護施設のことを気にかけているんだって。じゃあ金も必要だろう。私は情け深い人間でね、憔悴している人間に鞭は打たない。それを気持ちよく受け取って全ての秘密を守るという意思、それさえ示してくれればいいんだ。断る。何？全てを秘密にしたいのなら俺の条件を飲め。なんだと？
自分が何を言ってるのか分かっているのか？ナース、堂島大吾という男を無所から釈放しろ。奴が出てこないと広島で戦争が起こるぞ。これ以上の火種は起こしたくないんだろう。そんなこと、貴様、自分の立場が分かっているのか？条件が飲めないんならこの取引はなしだ。秘密に一生を怯えて暮らせ。極道ごときが、舐めるなよ。命が惜しくないのか？場合によってはお前が大事にしている人間も巻き添えになるぞ。やってみろ。いろいろ調べたんだろ。俺を本気で怒らせたらどうなるか試してみるか。なら貴様が秘密を守るという保証はどうしてくれる？死んでやるよ。何？あんたの力でこの病院で発行した死亡届を作ってくれ。そうしたら俺は一生消え続けてやる。最後の条件はそれだ。何言ってんだキリュウ。聞いていたろ。俺は消える。俺の死体を確認したとあんたがみんなに伝えてくれ。どうなんだ、この男が証人だ。条件を飲むのか？おい、ふざけるなって。分かってんのかお前。そんな真似したらもう二度と遥かや遥人に会えねえんだぞ。そうだろうな。分かった、その条件飲もう。なんでお前ばっかりこんな。ハルカやハルト、それに俺の周りにいてくれた多くの仲間たち、あいつらを守れるなら俺は喜んで死んでやるさ。背負わせやがって。バカ野郎が。よし、その調子だハルト。できるぞ。マントさん、ハルト、頑張れ。頑張れ。よし、行けハルト。
頑張れ、ハルト。よし、そうだ。頑張れ。